皆さんこんにちは。テレビで見ていると実際の芸能人がどのような性格を持っているかどうかはわからない部分が多いと思います。優しそうに見える人が意外と評判が悪かったりその逆で意外な人が評判が良かったりすることもあります。そこで今回は性格が良すぎる男性芸能人について紹介していきたいと思います。1人目は鈴木亮平さん。2018年の NHK 大河ドラマ どんで西郷隆盛役を演じた今や日本を代表する俳優さんですスタッフによるととにかく礼儀正しい下っ端のスタッフが「お願いですから敬語はやめてください」と恐縮するくらい以前仕事をした時「今度一緒にご飯行きましょう」と約束リップサービスかと思っていたら「後日本当に連れて行ってくれた」などプロデューサーから AD までがベタ褒めしているそうです 2人目は室ロツさん。NHK 大河ドラマ「どうする家康」に癖の強い木下藤吉郎役で出演中の室ロさん。スタッフによると収録が押して現場がピリピリしていたら大声で励ましてくれた。私がケータリング担当だった時「これってまるちゃんが仕込んだやつおいしいこれで一日乗り切れる」とわざと周りに聞こえるように褒めてくれて。 あれには涙が出ました、などと、周囲への気遣いが半端ないそうです。また、気軽に一般人にも話しかけることでも有名です。実際モニタリングの番組中、戸田恵梨香さんと一般人にドッキリを仕掛けた際も我慢できず、話しかけていました。こういった飾らない性格が好感度をぐっと高くしたのかもしれないですね。3人目は小島和也さん。お笑いコンビ、アンジャッシュのボケを担当している小島和也さん。 テレビに出始めの頃はアンジャッシュじゃない方として有名でしたが最近では俳優活動が順調なこともあり相方の渡部さんに負けないほどの知名度になってきました裏ではスタッフや共演者への気遣いを忘れることなく性格が良いことでも知られているんだとかまた渡部健さんの不祥事に対し相方の小島和也さんを心配する芸人からの励ましの声が多く 日頃からのの人柄の良さがにじみ出てていいると言われています日頃から周りに対して配慮ができているからこそ温かい励ましが届くのではないでしょうか性格の良さから大御所芸能人にも可愛がられているようです4人目は妻夫木聡さん学生時代の妻夫木聡さんは少々不良っぽい一面があったそうでその頃は友人と思っていた人たちからも嫌われてしまったほど性格が悪かったそうです そういった経験を経て、俳優デビュー後は現場のスタッフや共演者への気配りを欠かさないようになり、周囲からも性格の良さが認められるようになったといいます。良い作品を作るためにちゃんと自分の意見も伝え、現場の雰囲気作りもできるそうです。実力があるのはもちろん、仕事に真摯に向き合う姿勢にも妻吹さんの人柄が出ているようで、また一緒に仕事をしたいと思う役者やスタッフは多いんだとか、 家族サービスも徹底しており実の父が退職した際にサプライズを用意したり月一のペースで家族旅行にも出かけているそうですよ5人目はトシさんビジュアル系の始祖である XJAPAN のメンバーたちはリーダーのヨシキさんとヒデさんを筆頭にトラブルメーカーばかり集まったロックバンドでしたその中でもボーカルのトシさんは温厚で優しい性格で お酒ににって暴れるメンバーたちに本気で激怒したこともあるほどの、優しい性格だそうです。それゆえに自身のコンプレックスや身内のトラブルなどに対して深く悩みやすくそこを自己啓発セミナー「ホーム・オブ・ハート」の正ヤらに見抜かれ洗脳されてしまったのだとか洗脳から脱した現在も温厚で優しい性格はそのままで大物ロックスターが出演しないようなバラエティ番組などにも快く出演を続けています。 人人目は中島健人さん。セクシーゾーンで最も人気を集めているメンバーといえば甘いセリフの数々で絶好調な中島健人さん直球すぎるほど正統派なアイドルでありどのような人に対しても神対応を見せているところからも性格の良さがうかがえますメンバーからもファンからも優しいと評判の性格で立ち振る舞いなどもそうですがやはりすごいのはファンへの対応はじめましてというファンには 夢であったよ、と返し靴が脱げたファンには気をつけてシンデレラというファンサービスができるまさに神対応をすることで有名ですまたキザなだけでなく可愛い一面があるところも中島健人さんのもう一つの魅力元 SMAP の香取慎吾さんと共演していた頃の中島健人さんは小動物系の可愛さで視聴者を悶絶させていました7人目は玉森裕太さん 天然でありながらしっかりした性格の良さが女性ファンに人気の玉森裕太さん後輩ジャニーズに迷惑をかけないため未成年の後輩とは絶対に連絡先を交換せず二十歳を超えてから交流するようにしているそうですそういった真面目な性格なためニュースの小山慶一郎さんからの必要な誘いを断り続け未成年女性との飲酒を回避したとも言われていますまた笑顔からして とっても優しそうなイメージがありますがメンバーからもその優しさは大絶賛されています宮田俊哉さんは「付き合うならたま」「優しくしてくれそう」と答えていました2020年8月に放送された「キスマイ・超ブ・サイク」にてメンバーがそれぞれ好きなタイプの女性芸能人を答える回があったのですが玉森裕太さんは「誰でもいい」と答えておりこの回答にファンの方は大絶賛でした ファンのことを思っての回答ならとっても優しいですよね8人目は相場雅紀さん。アイドルがファンに対して冷たい対応である塩対応がたびたび話題になりますが相葉雅紀さんはロケの際はファンに対して笑顔で手を振りロケ先に対しても丁寧で礼儀正しいと絶賛されていますさらに口パクで「ありがとう」とファンに言うこともあるんだとかコンサートで目が合うだけでも嬉しいのに そんなことを言われてたらもう興奮さめやらないですね嵐のメンバーやスタッフにも一番気配り上手で性格が良いこともあり周囲にも愛されているそうです長時間のロケ移動の際でも常にスタッフに気を使って大丈夫と笑顔だというエピソードもあります9人目は松本ひとしさん笑いの神様と言われる松本ひとしさんは相方の浜田雅俊さんとともに 若手時代は古き良き関西のお笑い芸人らしい風貌で共演者から恐れられたこともありましたしかしそれはもう昔の話で結婚後は家庭を大事にするパパとしての一面が目立つようになり性格が良い大物をお笑い芸人として知られるようになりましたタウンワークなどの CM ワイドナショーでの活躍そして家族を守るために体を鍛えたというエピソードも性格が良いと言われるようになった理由です 10人目は中井正弘さん芸能界の大物たちからも信頼を寄せられている中井正弘さん本人は性格が良いと思われたくないようですが東日本大震災と熊本地震の際は完全プライベートで支援に向かい被災者の方々を勇気づけました芸能活動においても後輩グループキスマイフット2の目立たないメンバーだった千賀健人さん宮田俊也さん横尾渉さん 二階堂高嗣さんをブサイクとしてデビューさせたことも話題になりキスマイフットツー2のファンにとっても性格が良いと先輩ジャニーズと認識されています歌番組の司会の際などもメインスポットが当たりにくい出演者を目立たせるなど細かい配慮がうまく番組のスタッフたちのことも大切にしているそうです11人目は西川きよしさんといえばベテランの大物お笑い芸人で有名です 大阪のお笑い芸人のイメージというと女癖が悪く夜遊びも多い印象がありますが西川さんは人柄の良さがにじみ出ているほど性格が良いと言われていますあまりに性格が良すぎるそうでロケの際にすれ違った人には全員に挨拶してしまうそうでそのため収録時間が大幅に長くなってしまうというエピソードがあるんですまたマスコミやテレビ関係者が語る性格の良い芸能人として。 大御所であるにもかかわらず名前が挙がっていたほど、完全に成功者としての人生を歩んでいるのにもかかわらず、いつまでも謙虚な心を忘れない、というのは並大抵のことではないと思いますよね。それも格好付けの気持ちが裏にあるのではなくて、さりげなく本心から優しさを出しているように感じられるからこそ、人柄の良さとして相手に印象付けるのではないでしょうか。12人目は、江頭2時50分さん。 はちゃめちゃさが売りな江頭2時50分さんですが実はいい人といじられることも多いそうです素顔は本当にシャイ目を合わせて喋ってくれない東日本大震災でボランティアの活動をしていたのは有名その話をしたらやめろ営業妨害だと怒られたいい人テレビ局の入り口でガードマンに変質者に間違えられて足止めを食らっていたので迎えに行ったら「 弱々しい声で何度もすいませんと謝られたといった話をスタッフがしていたことから性格の良さがうかがえますね東日本大震災の際には自ら2トントラックを緊急車両として運転され被災地福島県いわき市の高齢者介護施設や避難所などに救援物資を届けていたそうですしかも消費者金融でお金を借りてまで コストコに生き水や生理用品を購入し届けていたというエピソードを持ちます13人目はミヤゾンさん2016年にテレビに登場し一気に知名度を上げ大ブレイクを果たしたミヤゾンさん超天然な性格でつかみどころのないキャラで多くのファンを魅了しています性格がいいエピソードがたくさんあり例えば動物が大好きなミヤゾンさんですがステイヌを見つけてしまうと 保護せずにはいられなくなくってしまっっててて家に連れて帰ってしまうそうそです、ま、た、みやぞんさんのファンだという人がお金に困っていたときには、見ず知らずの人に対してもお金を貸してあげるなど、かなりのいい人すぎる性格と、天然ぶりがうど鈴木さんの再来とも言われるほどになっています。14人目は、中井貴一さん。中井貴一さんは、ドラマの役柄でも見せるようなイメージ通りで、 優しい性格であることが、共演者の間でも話題になっているようです。とても紳士的な方だそうでどんな状況でも丁寧に応対してくれ新人さんに優しく接し緊張を解きほぐしてくれたりする心の優しい方だと言われていますまたその一方ではいたずら好きという意外な一面もあるようでプライベートでも信仰のある鶴瓶さんが焼き鳥屋で飲んでいたところサプライズと称し店に電話して鶴瓶さんを呼び出し 電話口で脅したそうです鶴瓶さんによるといきなりのことでわけも分からず本気で怯えたというエピソードを持っています15人目はサンドウィッチマンさんサンドウィッチマンの2人は高校時代の同級生で結成されたお笑いコンビで2人とも性格がいい男性芸能人としてもかなり有名ですまた有名になり人気になった現在でも届いたファンレターの返事を手書きで返信するなど 性格がいいいエピソードでも知られているコンビ2011年3月11日に発生した東北大震災ではロケ中に被災されたというサンドウィッチマンの2人ですが毎年被災した時間には避難した先である母山で黙祷を続けているそうで共同募金東北魂義援金ではグッズの売り上げファンの募金で集められた多額の義援金を仙台市に届けているそうですいかがだったでしょうか イメージ通りのままだったと思う方もいれば「この人性格良かったんだ」と驚かれる方もいたと思います SNS の普及により簡単に芸能人の性格の良し悪しが広まりやすくなってしまっていますが今回紹介した芸能人のほとんどが「これといったスキャンダルも特にない方ばかりなので性格が良い」と評判になるのもわかりますね。今後の活躍ににさらに期待したいいと思います。 最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。